レアンデル・エングストロームは、スウェーデンのモダニズムの画家である。スウェーデン北部ノールランド、ヘルシングランド地方のイッテロダールで生まれた。働きながら、アマチュア画家となり、1907年から1年間、ストックホルムのスウェーデン美術家協会の美術教室で学んだ。講演者を得て、1909年にパリに留学し、 アンリー・マティスが1908年から1911年まで教えたアカデミー・マティスで学んだ。1912年までパリに滞在し、スウェーデンに戻った後、マティスに学んだ学生たちと美術家、グループで UNGA を結成し、フランスで学んだ表現主義などのスタイルで作品を描いた。1913年に結婚した。 1920年代の初めに何度かイタリアのフィレンツェに滞在したほか、ノールランドの山間を旅して作品を描いた。ノールボッテン県の山間の村、アビスコを気に入り、そこに自ら家を建てた。1913年に結婚し、翌年双子が生まれ、キエルリアンダー・エングストロームと、東土リアンダー・エングストロームとも画家になった。ありがとうございます。